カマジョウ赤血球症は遺伝性の貧血病で、赤血球の形状がカマジョウになり酸素運搬機能が低下して起こる貧血症。カマジョウ赤血球貧血症とも言う。ICD-10 分類では D57。ほとんどが黒人に発症し主にアフリカ、地中海沿岸、中近東、インド北部で見られる。常染色体不完全優勢遺伝をする。現在。 遺伝子型が、ホモ接合型患者の用語は改善しており、平均生存期間が60歳前後となっている。しかしその結果、慢性的な多臓器障害を有する患者の割合は、増加している。一般的な死因は、急性胸部症候群、併発感染症、肺塞栓症、重要臓器の拘束、及び、慢性腎臓病である。遺伝子型が、ヘテロ接合型の場合、 低酸素状態でのみ発症するので通常の日常、生活は営める。遺伝子突然変異により、11番染色体にあるヘモグロビンベータサの6番目のアミノ酸に痴漢が生じることが原因である。そこには本来はグルタミン酸が入るのだが、バリンがその代わりに入って合成が行われる。ホモ接合体の場合は90、90%のヘモグロビンがヘモグロビン S となり、 重症の貧血症を起こす。一方、ヘテロ接合の場合、40%程度なので、日常生活においては発症はしない。酸素分圧が低下すると異常なベータが凝縮する。カマジョウ赤血球遺伝子を持つものは、日本にはほとんど見られないが、マラリアが比較的多く発症するアフリカにはかなり見られる。カマジ赤血球の遺伝子とマラリアの流行には、 深い関係がある。マラリアは幼児期にかかると死に至る可能性が高い感染症である。つまり、カマジョう血球症自体は保有者の生存に不利であるが、マラリア蔓延地域ではその遺伝子をヘテロに持つ者は非保有者と比べて相対的に自然選択において有利であり、この遺伝子が維持されていると考えられている。 しかし保有者ばかりになれば、保有者同士の子には保護で持つものが増えるため、非保有者が頻度依存等多的に有利になり、非保有者の割合も一定に保たれていると考えられる。ヘテロの遺伝子保有者は正常状態では60%が正常赤血球、40%が釜状赤血球の状態である。マラリア原虫は人体では赤血球内で増殖する。 マラリア原虫に感染すると赤血球の pH は約0.4低下する。pH が低下すると防ア効果により赤血球の釜浄化が進み、全身の赤血球の釜浄赤血球の割合が増加する。マラリア感染初期ではマラリア原虫が感染しかま浄化した赤血球は脾臓で優先的に除去される。感染後期では釜状化した 赤血球により、マラリア原虫は、機械的に壊される。これらの機序により、ヘテロホイム者はマラリアに対し耐性を発揮する。ホモ接合体の患者が重篤な溶血性、貧血症状を示す。横断、骨餌し、硬い海洋、細菌感染、脾臓の萎縮による、激痛発作、微小血管の閉塞、脳卒中による、神経系損傷黒人の若者で、払いた。 骨の痛み、吐き気の時に疑われる疾患の一つ。かま赤血球試験、顕微鏡、電気営動でこの疾患の診断がつく。主に発作を抑えることが主体となる。脱水症状や細菌感染を防ぐことが第一。発作時は、生理食塩水の大量点滴、輸血、酸素投与が行われる。また、ヒドルキシニオウソは、 胎児型ヘモグロビンの酸性を増加させるので、これが投与されることもある。ヒドルキシニオ素は、頭痛発作、入院、輸血の頻度を減らすことが示されているが、実際に処方を受けている患者が少ないことが指摘されている。骨髄移植などが行われることもあるが、免疫抑制剤を生涯にわたり、飲まなければいけなくなるので、リスクファクターもある。 現在は遺伝子治療も研究が行われている。ありがとうございます。